ともちんの一人旅第3弾。旅のルールにのっとり、走行距離で資金を稼ぎながら3つのチェックポイントをクリアし、さらにバイク友達100人を作れば旅は終了。大阪から東尋坊までの距離およそ230キロ、出発してから28時間かけてようやく東尋坊目前までたどり着いた。今週はどうなるのかな。ともちんの一人旅、日本の名所へ行こう。暑い、顔面が暑い。来たよ。駐輪場に着くなり、早速バイカーに声をかけるともちん。着々と友達を増やしていってます。残り94人。え、ちょっと聞いてくる。え、これまっすぐ行ったら東尋坊ってこっち行ったらあるんですか。こっち危ない、聞いてよかった。この地図すらわからないともちん。さらに東尋坊ここ、離れてるね。冷房設備も整っております。すいません、はい、こう階段みたいになったのがこの井戸。へー、ずっと歩いて。わかりました、ありがとうございます。あ、三段岩、これや。第一目的地達成。荒々しい岩肌が1キロメートルにわたって続く東尋坊は、国の名勝天然記念物に指定されています。岩壁の高さが25メートルに及ぶ大地の断崖は恐ろしいほどの迫力です。よいしょ、すごい。冷たい水が。結構ミッションをクリアしたということで、ポイントにどこやろう。これここで下野 D に電話したら教えてくれるんかな。今東尋坊に着きました。あ、疲れない、そのあーってその低いテンションなんや。ここに東尋坊に無事着いたということは、2番をめくってください。はい、じゃあ2番めくります。見ろ、象王のお釜って何。初めて聞いた。お疲れ、終わり。切れた。かき氷を発見したんで。暑いですね。暑いです。今日暑い方。今日全国で1位らしい。マジで？聞いた今の。ほら、今日全国でここ福井県。三国。ここ三国って言うんですか？三国ですね。全国でこの三国が日本一暑いとこやってんて。そらしんどいわ、喉も渇くわ。ありがとうございます。クールダウンしたところで目的地のリサーチを開始。ここに行きたいんですけど、これね、読み方なんて読むか私読めなくて。これは蔵王で関係ないのに。蔵王って読むんですか。これ蔵王って言ったら、山形県。山口県ですか。山形。山形県、東北の。山形県？めちゃめちゃ遠いやん、これ。どうしよう。これ私、お金あるときに高速道路使うわ。どうする？高速で行きます。これはちょっと、宿とか泊まってる場合違う。高速道路に向けて出発するが、めっちゃ遠い。地図で見たらさ、宮城県やんか。新潟でも大概遠いで。文句ばっかり言いながらも、なんとか高速道路へたどり着いた。高速道路を突っ走るともちん、所持金限界まで乗るつもりなのか。夜はどんどん近づいてくる。